はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、札幌の常夏気分です。夏季限定、2つのフレーバーホップが生んだトロピカルでみずみずしい香り、アルコール度数 5%。これは第3のビールですね。うん。これは、100円ぐらいで売ってました。うん。普通に、最近の出たやつですね。これね。新商品。まあ、見るからに薄そうなんですけど。全く期待はしてないです。数量限定発売。7月3日に数量限定販売って。やっぱり、かなり新しい。じゃあ乾杯。うん。うん。別に悪くはない。むしろ香りが非常に。なんか、結構、フルーティーな。香りがしますね。ただ、味が薄い。味が薄い。安定の味の第3のビールの薄さ。なんで、微妙ですね。妙です。一番なんかコメントがしづらいね、これね。なんかさっきから指がなんか痛いな。さっきあれしたからだな。ハンダゴテ作業してですね。多分、やけど負った。てて、チクチクする。なんか俺言うことあったっけな。特にないですよ。一応言っとくか。今日Amazonで。止まった。ちょっと待って。Amazonでですね。こちらが届きました。これ何かというと、SMS4 です。これ何だかというとですね、まあ、いわゆる、Nintendo DS のソフトの、吸い出しソフト、吸い出しツールじゃねえや。吸い出しの機械です。ROM の吸い出しの機械ですね。うん。
これ確か3000円ぐらいで Amazon で買いました。まあ、これを、使用することによって、いわゆる、DS のですね、ソフトの、まあ、セーブデータをデータ化することによって、吸い出して、データとしてパソコンに保存できる。あと、あれですね、ROM。ゲームデータ。を、吸い出すことによって、エミュで起動できる。パソコンでエミュを使って、まあ、プレイすることができるようになる。まあ、レトロゲーマーなら、吸い出しについては知ってるとは思うんですけど、こちらに、ここにね、DS のソフト挿して、うん。やると。一応 3DS にも対応はしてる。というか対応はしてないのか。DS だけか。3DS には多分、対応してないですね。そもそも 3DS は、ROM 吸い出しても、まともに起動する、あれがないですからね。エミューが。うん。まあ基本的にはROM っていうのはまあ、結構ね、ニコ生ではね、まあ、違法ダウンロードして配信してる人が、まあ大多数ですね。まあ、あれは違法だと。いうことで、まあ、こちら。まあ、特にね、DS のね、エミを使ってるとね、放送すると確実にね、荒らされるんで、うん、確実に。まあ、それの対策として自分で吸い出せば何も文句を言わせない。別に違法なことしてないわけですから、ね。確かにダウンロードする、ROM 自体ダウンロードしたら違法ですけどね。うん。まあこれを適当にコミ動画にアップしとけば、全く何も言われる筋合いはない。状況なわけです。まあ、これで、DS のソフトを、まあ、ね、エミュー使って、なんだ、放送、生放送できるようになったと。いうことですね。うん。まあ、あとソフトで、今、試練の DS をちょっと、ヤフオクで買いましたんで。まだ届いてないですけど。うん。まあ、それを、ちょっと、やりたいかな。という感じですね。うん。まあでも、エミューはね、いろいろね、うん。ありますからね。まあ、基本的に、ファミコンとかスーファミに関しては、エミューはね、ありふれてますが、実際吸い出してる人っていうのは、まあ、いないです。あそこら辺になると、もう、かなり難しいですからね。プレステとかは簡単ですよね。吸い出すのは。そこら辺からソフトダウンロードして、それで吸い出せるんで。ディスクですから、パソコンにプレステのソフト入れて、それで、無料で、
そういう吸い出しツールが、そこら辺に落ちてるんで、それダウンロードして、吸い出せば、できます。うん。ブレスに関しては問題ないですね。まあでも実際あれですからね。思いっきり M だってわかる、人がね、放送してますからね。しかもだいぶ有名な1万人以上のコミュ人数の人間がね。ファミコンを全部制覇するとか、ね、放送してる人いますけど。全部制覇するとかさ、お前そんだけファミコンソフト持ってんのかよって。別に持ってんだったらいいんですけどね。実際持ってるんだったらまあウェブカメラとかでね、晒せばいいんですけど、その人は全く晒さないっていう、うん、ね、もう怪しすぎます。まあ、DS は、吸い出しと、吸い出しでググると、うん。まあ、いろいろできると。本来はマジコンを使って、ロムも吸い出せるんですけどね。今はちょっとマジコン自体が、なんか違法みたいになってるの。ちょっとわかんないんですけど。マジコン自体が買うのが違法なのか、どうなんですかね。まあ、マジコンは、マジコンって違法なのかな？マジコンとはテレビゲームのゲームソフトをコピーしたり、またそのコピーやイメージファイルをゲーム機で起動させるための機械の総称である。よくわからないです。まあ 3DS のマジコンもありますからね。今現在。まあ実際起動するかどうかは微妙です。うん。まあ、任天堂はかなり、ね、アップデートとかしまくってますから。まあ、それによって、まあ、いたちごっこかな。うん。某、マジコンのニコニコ大百科で今見てますけども、某女性国会議員の子供が利用していたのが有名である。
米印、使用していたのはプロアクションリプレイと、後に弁解している。ほう。まあ、こちらに関しては、マジコン自体が違法なのかどうかはわからないですよね。マジコンももともとバックアップ用途で作られたものである。名作ゲームでいうところの、お気の毒ですが、冒険の書一番は消えてしまいました。の時用の個人用対策であれば問題ない。うん。うん。輸入禁止。マジコンはもう輸入を禁止したらしいです。うん、なるほど。輸入が禁止したってことはやっぱりもう、マジコン自体がもう違法なのかな。買うこと自体が違法なのか。まあ、まあな。しょうがないか。うん。まあ。ね。そういうことです。まあ確かにエミューに関してだったらまあ問題はないんですけど。結局エミューに関して言うとダウンロードするのが違法と。そのね。ソフトのロムをね。ただ、エミはね、万全じゃないんですよ。やっぱり。DS のエミっていうのは、まあ、どのエミでも多分そうだと思うんですけど、起動のソフトが、全部が起動するってわけじゃないんですよね。結局。まあ、結局そういうことです。動作リスト、動作がしないやつもある。ことですね。簡単に言うとね。動作リスト。まあ、風雷の試練は多分、起動するんじゃない？しないとか言うの。風雷の試練。まあ、起動してもなんかすげえ、なんか文字化けしてたりとかする。不思議のダンジョン、風雷の試練、DS。うん。まあ、問題は、まあ、微妙ですね。三角がついてますね。うん、まあ、
だから、DS のソフトを、ね、配信しようとしたら、一番有名なのが、ニセトロです。ニセトロキャプチャー。これかなり有名になりました。ニセトロキャプチャー高いんですよ。うん。これが。ニセトロキャプチャーというのはですね、まあ、知らない人はあんまりいないと思うんですけど。DS のソフトを、じゃね、DS 自体を改造してですね、パソコンとかに出力できるようにしたというやつです。これがですね、普通に売ってるんですけど、売ってるっていうか普通にっていうか、改造業者が今いまして、売ってはいるんですが、こちらが高い。ニセトロキャプチャーの普通の通常の DS。DS 本体と、まあ、中古 DS ですね。のセットが12,800円。うん、まあ、これはまあ、まあ、いかんともしがたいけど、ちょっと微妙だなと、高いなと思うんですけど、13,000円ですからね。しかも旧DS です。初代 DS。しかも中古。これが壊れたらどうなるんだ ?12,800円。払ったのに、なんかボタンがね、結構ね、不良とかあるじゃん。DS とかさ。そうしたときはどうするんだって感じなんですけど。で、3DS。これがまた高い。新品だと、38,400円。中古だと23,400円。違うな。34,800円か。高えな、おい。くっそ高いやん。高すぎるでしょ。さすがに。34,800円だぞ。まあ、3DS だったら、いろいろ確かに 3DS もできるし、DS のソフトもできる。ただ DS の場合は DS のソフトしかできない。ってわけじゃないけど、ゲームボーイアドバンスもできるけどね。まあ。確かに 3DS の方がいいんだよな。ニセトロはね、これ高かったから、こっちを買ったんです。3000円。これ3000円です。これで、ロム吸い出して、まあ、エミュー自体は無料でダウンロードできますから。だから実質負担額は3000円なわけでしょ。それだったらこっちの方がいいだろうと。いうことで買ったわけですね。まあ。まあ。まあいいや。そこら辺はまあ、金持ちと貧富の人間の、貧富の差ということで、ね。しょうがないです。そんな34,800円もないです。普通に。ね、払えません。普通に払えません。ということで、この、常夏気分は、三つ星だな。ご視聴ありがとうございました。